んにちは、ピカルです。今日はですね、失敗なしのグレイル冬春ミックスコーデを紹介したいと思います。暖かくなって花粉が爆発的に増えてるんですけど、皆さん大丈夫ですか？私はかれこれ小5ぐらいから花粉症で、花粉症歴かなり長いんですけど、夜寝てても鼻がぐじゅぐじゅで目が覚めてしまうぐらい大変なんですけど、今日もお洋服ご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは身近なブランドで作れる大人かわいいスタイルアップコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではいくでー。ルック1はエンボス花柄フレアキャミワンピースです。これは SNS でかなりバズっていて、今はね予約販売になってるのかなと思うんですけれども、ブラックとアイボリーの2色展開あります。中のブラウスは高スタイルのもので、これ襟が花びらみたいになっていて、とっても可愛くてお気に入りのアイテムです。ブーツはストレッチレザーショートブーツを合わせていきます。春っぽいアイボリーカラーを選びました。そして色はピンクのバッグで、こちらもグレイルです。これインスタグラムにも載せたんですけど、やっぱりこうやって動きのある動画で見た方が可愛さ伝わるかなと思います。これサイズがショートとレギュラータイプっていうのがあって、私が着ているのはショートタイプを着ています。私は骨格ウェーブなので、あんまり長いスカートが得意ではないので、こちらを選びました。はい、それでは次のコーデいきましょう。お次はセンタープレスストレートパンツのコーラルピンクを合わせてみます。結構サイズ感的にはゆったりしていて、ワイドめに作られていました。骨格ストレートやナチュラルの方がとっても似合うパンツかなと思います。素材はテロッとした感じの柔らかい生地です。これコーラルピンクっていう表記になってるんですけど、と青みのあるピンクのように見えました。こちらにオープンネックブラウスを合わせてみます。こちらは色味がアイボリーなんですけど、どちらかというとグレイッシュベージュのような色味になっています。前後ツーウェイで着れてお得感がありますね。足元もピンクのレザーパンプスで合わせてみます。こちらはオフィスにも着ていけそうな綺麗めコーデです。こういうカラーパンツはこの春めちゃくちゃ活躍するので、何本か持っておきたいアイテムです。結構お袖にボリューム感があるのがポイントです。綺麗めコーデに活躍するアイテムでした。もうここ最近の花粉がひどすぎて、今日もちょっと声が変でアフレコ撮るのちょっと嫌だなって思ったんですけど、頑張って撮っていこうと思います。ちょっと話されちゃったんですけど、次のコーデいきましょう。お次はニットベストとティアードシャツワンピースのセットです。ちょっとお得な気分になれるセットアイテムです。もちろん別々に着ることもできます。これからの季節、ニットベストもとっても活躍するし、シャツワンピースも登場する機会増えると思うので、これもおすすめアイテムです。ベストはオフホワイトカラーで、シャツは真っ白に近いお色味です。全体的に白のコーデにしたので、差し色でピンクのバッグを入れてみました。中のシャツワンピースはやっぱり透け感があるので、必ずペチコートを着た方がいいと思います。結構長さがしっかりあって、足を出さないコーデにもぴったりです。これ1枚で着てもとっても可愛いと思います。お袖周りは結構ボリュームがあるデザインで、ニットベストはプチハイネックになっています。ではでは次のコーデいきましょう。ハイネックリブニットトップスのブルーとティアードキャミジャンパースカートを合わせてみました。このジャンパースカートはインスタグラムのフォロワーさんに教えてもらったもので、表面がサテンのような光沢のある生地になっていて、つるっとした肌触りです。結構体型カバーもしてくれるアイテムだと思います。これキャミの紐の部分がアジャスターになっていて調整ができるんですけど、すごい簡易的なアジャスターで、普通に着て歩いてたりしたらどんどんキャミの紐が下がってくるという現象はありました。デザインはとっても可愛いんですけど、そこがちょっと気になったポイントです。今の時期仕様に中はニットを合わせたんですけど、春先はブラウスで、夏近くなったら T シャツと合わせて長い間着れそうなお洋服です。このインナーのリブニットは明るめのブルーで、イエベ春やブルベ夏の方に合いそうかなと思いました。グレイルってニット系はくすみ系の色が多くないですか？はい、次のコーデいきましょう。次はカジュアルめなデニムコーデにしてみます。
ハイウエストセミフレアデニムパンツとビッグシャツのイエローを合わせてみました。日々骨格ウェーブに合うデニムを探し続けてる私なんですけど、またまた細見えするデニムを発見しました。骨格ウェーブのデニム選びのポイント3つ紹介したいんですけど、まず1つ目が絶対ハイウエスト、これだけは外せないポイントで、2つ目が程よいゆったり感です。オーバーサイズすぎるのもダメだし、スキニーみたいに細すぎるのも NG なので、例えば太もも周りはタイトで膝から下はフレアになっているとか、そういうのがおすすめです。そして3つ目が、これはちょっと優先順位低いんですけど、できればデニムは柔らかめの生地がいいと思います。そういえば先日アレルギーテストを初めてしてみたんですね。猫、バナナ、カビが杉ヒノキだったんですね。このカビっていうのが人の顔にもともとついてるカビの種類らしくて、私たまに口周りにニキビができるんですけど、原因なんじゃないかって言われて、肌荒れとかってアレルギーが原因だったりとかもするので、アレルギーテストおすすめなのでやってみてください。はい、それでは次のカードいきましょう。こちらはセットアイテムで、このワンピースセットいろんな形が出てるんですけど、今回は裾がフレアになったものを選んでみました。切れ目なので結婚式のお呼ばれコーデとかパーティーとかにも使えるかなと思います。1個だけ気になったのが、後ろの背中がちょっと見えちゃうところかなと思います。これは私の身長的なものなのか、そもそもこのトップスが短いのかちょっとわからないんですけど、この背中が見えるのが気になるよっていう方は、もしかしたらワンサイズ上のものを買った方がいいかなと思います。ではでは次のカードいきましょう。ギンガムチェックのキャミワンピとカジュアルなスウェットを合わせてみます。今回はワンピとして着るんじゃなくて、マーメイドスカートを着てる風なコーデにしてみました。キャミワンピってこういう着方もできるので、よかったら試してみてください。足元はスニーカーでカジュアルにしてみました。このコーデ可愛くないですか？私的にも結構お気に入りなんですけど、ワンピースが私が162センチで膝下20センチくらいかな、結構長めかなと思います。ただキャミの紐のとこにアジャスターがついてるので、ある程度は調整が可能です。このロゴスウェットは本当にシンプルな刺繍のロゴなので、どんなコーデにも合わせやすいですし、カジュアルになりすぎないのもお気に入りポイントです。裏起毛なので今の時期もとってもあったかいです。はい、それでは次のコーデいきましょう。ハイネックリブニットトップスとデニムキャミワンピを合わせてみます。このハイネックトップスは割と薄手なので、この時期にぴったりだと思います。ちょっとね、お袖がフレアになっているのがポイントで、ネック部分は折り返しがないのがあんまりごわつきがなくていいかなって感じでした。このデニムキャミワンピはインスタに載せたらとっても好評だったアイテムです。デニム生地もしっかりしてて、かなり高見えするアイテムです。インスタでは結構この胸あたりのサイズ感ってどうですかって質問が多かったんですけど、割とタイトなサイズ感かなと思います。ウエストから下はフレアなのでゆったりしてるんですけど、バストが大きめの方とかは普段よりワンサイズ上げてきた方が安心かなとは思います。デニムなのでそこまで伸縮性もないので、その辺も考慮した方がいいかなって感じですね。はい、というわけで今回はグレイルの冬春ミックスの8コーデを紹介しました。私的にはルックワンが一番お気に入りです。皆さんのお気に入りもコメントで教えてください。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。